はい、こんにちは。今日は自分のミニカーのコレクションの中からこの3台を紹介したいと思います。これはトミカの日産チェリー X1 58分の1、1974とここに刻印がありますけど、チェリーという車ですね。で、これ X1 というのは 1200cc のツインキャブエンジンを積んだ、まあ、スポーティーなモデルなんだけど、これ2ドアセダンなんですね。で、なぜこの車を選んだかというと、実は自分が生まれて初めて乗った車がこのチェリーの X1 ではなくて、 1200cc ではなくて、1000cc の4ドアセダンだったんですね。で、そのミニカーは持ってないんですけど、まあこれとほぼ同じ形ので、色はシルバーでした。シルバーだったんだけど、親父が板金塗装をやりますので、マルーンというと、当時のあのフェラディ Z に塗られていた色ですね。かっこいいマルーンに塗り替えてもらって乗ってたんですけど、このミニカーの3台の特徴は、まずこれはオリジナルではありません。これは当時のですね、オプションで、本当はここにラインが入るんですけど、ボンネットと後ろが黒の艶消しで、これがオリジナルのミニカーの色なんですけど、これオレンジに塗りました自分で。で、ドアのところとか、こういうところにシルバーも塗ってますね。正面もオレンジのランプ、それからナンバーも白く塗ってます。ミニカー的に言うと、この3台は色が違うだけでなくて全て違います。ミニカーのお宅の人はそのあたりが好きかもしれません。自分は今回これを撮影するにあたって、いろいろ見ていて、って気がついたんですけど、買って何十年もして気がついたんですけど、まずですね、タイヤが違います。このミニカーのタイヤにはやっぱり筋がありますね。ギザギザもあります。で、こっちの2台はつるんとしてますね。おそらくあのミニカーに詳しい人は、それは A なんとかホイールだとか E なんとかホイールだとか、あの全部名前がついてるかもしれません。それから後ろの刻印が、これとこれには C1974 という刻印がありますけど、これにはないですね。それからこれは個体差かもしれませんが、ナンバープレートのところにチェリーって文字があるんですね。これしっかりあります。こいつは潰れてますね。最後の RY しか読めません。ところがこの刻印、1974の刻印があるこのモデルは、後ろのチェリーの文字もしっかり読めますね。そのあたりは個体差なんですかね。それから今回これを撮影しようとして、またしっかりミニカーを見てですね、感動したのか、ドアの内側、何があるかというと、今の車にはないものがちゃんと作ってあるんですね。それは何かというと、パワーウィンドウですよね。今 K でもどんな車でもパワーウィンドウの車しか見たことないと思いますけど、昔は手でこうやって回してたんですね。そのノブというか、ハンドルというか、ここにちゃんとそれがありますね。作ってあります。懐かしいですね。ただあとこれ残念なことに、これドアはなんかハードトップみたいに1枚ドアだけがペロンと開きますが、実際の車はこれ上までありますね。そこは本物と違っています。あとこの車は1974年の9月まで作られて、次のチェリー F2 にバトンタッチしますが、なんとですね、1994年、もう日本で生産が終わって20年後の1994年の4月から1997年の3月まで、私は仕事でアフリカのケニアのナイロビっていうところで暮らしたんですけど、20年後のその生産、日本で生産中止してからですよ、20年後の1994年から97年の3年間で、この車が現役で元気に走っている姿を何度も見ました。珍しいという頻度ではなくて、また走ってるって感じで元気に走っていたのを覚えています。この車は生まれて初めて乗ったと言いましたけど、
学生だったのでお金がないので、これ日産の車なんだけどトヨタのディーラーに勤めている知り合いがなんか安い車が入ったよっていうんで、まあ社員価格っていうんですか、なんとね199,800円だったんですよ、中古車で。で199,800円の中古車を買いに行って、現金で払って200円お釣りが来たのを覚えてますね。ということでこの車をそんなに長くは乗らないで、次の車に乗り換えることになります。結構車検も残ってたと思うんですけどね。そして、その次に買った車が実はチェリー F2 という車です。まあ、買ったというよりね親に買ってもらったんですけどね、学生でしたけど。でこの車を新車で買うにあたって199,800円で買ってマルーンに塗り替えた車がですね、下取りでいくらになったと思いますか。199,800円で買った車がこの車を新車で買うときに下取り価格がですね36万円だったんですね。え、車ってそんなもんなのっていいなって思いましたけどね。まあその後そんないいことがあったことはありませんが、ね、まあそういったのもエピソードの一つとして残っています。はい、もう一つ面白いエピソードがありました。ミニカー結局何百台か集めて引っ越しのたびに人にあげたりして、今手元にあるのは200台ぐらいかなって、それをね価値が上がってそして売って儲けてやろうとかいう頭全くなかったので、そして昔のそのおもちゃ屋さんもものすごく大雑把というか、これ箱がないんですね、要は。でも買うときにこういう箱に入れてくれるんですよ。これがこれに入っていたかどうかは分からないんですけど、この持ってないですよ、このパワーショベルとか見たこともない中身ね。これロードローラーとかこんなねウィングルーフトラックとかこんな中身持ってないですよ。だから適当にそんな箱にこういう箱におもちゃ屋さんが入れて入って売ってくれるんですよ。だからもう信じられないでしょ。それでも入ってお金を出して買ってたというね。まあたまたまそのこのチェリー F2 ってやつはちゃんと箱にそのこの車がね入ってるので、おそらくこの車は箱付きなのでミニカーとしての価値は高いかもしれませんが、まあ売る気は全くないんでね、それはそれでいいんです。ただコレクターとしては残念なことになってしまっています。じゃあ次回はこのチェリー F2 のお話をしたいと思います。